こんにちは、こももです。はい、今日も本気の塗り絵シリーズ、このディズニーの塗り絵の本で今日も不気味な絵を塗っていこうと思います。なので不気味といえば私ではなく王子なので、王子に今日も塗ってもらいます。で、今日塗るのはチシャ猫です。チシャ猫がどう不気味になるでしょうか。もともと不気味なチシャ猫をどう王子が不気味に塗っていくのかをぜひ楽しんでご覧ください。それではレッツスタート。では王子が塗ったチシャ猫を仕上げていきます。したんだろうね。でもすごく綺麗に塗ってくれてるのでやりやすいです。ただ塗るのだと面白くないので、私の得意なグラデーションをつけていきます。どうやってグラデーションをつけていくかというと、はい、緑にピンクを前王子がピンクに緑を塗ってて度肝を抜かれたので、ちょっとそこから学び、私もピンクと緑という謎の組み合わせをやっていきます。気持ち悪いね、やっぱりピンクと緑って本当に、いや本当に本当にすごいねいや、これ王子がやらなかったら本当に私絶対やりもしない配色だよ、この配色。こんな感じにね、真ん中ぼかしていくんです。どうですか。じゃこんな感じで、まああとはやっていきます。王子が薄く色だけ、重要な色だけ塗ってくれたおかげですごい塗りやすい。お腹がピンクっていうのがめちゃくちゃ気持ち悪い重ねることによってこうね、グラデーションと生まれるからね。重ねていきます。両方の色をこう重ねていきます。でもすでに王子が緑はベースとして塗ってくれているのでね。いやでもアリスって本当に人気ですよね。私が作ってるアクセサリーもやっぱりアイスのモチーフが一番売れますもんね。あの尻尾のここ面積が大きいね。やっぱこっち側にグラデーションにしようかな。いやここ難しいな、端っこは。でも本当に緑にピンク重ねるだけでなんかすごい色が出ますね。どうしようかな、この黒い部分どうしようかな。ちょっとお待ちを。こんな配色アレンジブックっていうのがあるんですけど、このチシャ猫は多分私が思うにこれだと思うんですよね。この配色はサイケボールドって言って、サイケボールドのチシャ猫はこれのイメージで、それをちょっと濃くした感じですね、それぞれを。何色にしようかな。この王子が黒く塗ったところは黒とピンクか紫かな。とりあえずグラデーションにしたい人、黒を濃くします。あ、逆にここもこの黒いところも同じようにピンクに、下だけピンクに塗ってグラデーションにしていこうかな。ピンクといえば可愛い色というイメージしかなかったのですが、王子のおかげですっかりこう不気味な配色にも使える色なんだっていうことが分かりました。なぜかヴィランズしか塗ってくれない王子、こうお腹のところをピンクにして気持ち悪くしていきます。後で王子に見せてびっくりさせようと思います。こう全然違う色から全然違う色へのグラデーション、でもすごいな。
こう違う色を上から塗るだけでなんかすごい色変わるんですよね。味が出るっていうか、こうカレールーも一種類のカレールーじゃなくて違うメーカーのルーを混ぜると味にコクが出るみたいなことがこう色で起こるんですよね。この例えで大丈夫かな。だいたいこのチシャネコにこんななんかヒゲみたいなのつけたんですよ。ほら、これは一体何なんだ。なんか怖い、怖いよ。ほら、本当はピンクですからね、チシャネコって光っている感じにしよう。気持ち悪さが半端じゃない。なんか気持ち悪いぞ。じゃあ、まあ、背景塗ってきます。なんか王子がここハート紫に塗ってるんで、それの真似していきます。ただ塗るだけって感じになりますね。他の部分の色を何色にするかだね、問題は。前回の白雪姫の魔女は何色だったかというと、ピンクと緑と赤と紫、金も使ってますね。赤中の赤にしよう。このこういう波打ってるところ赤く塗ると結構不気味なんですよね。これも王子のおかげで学んだ。細いものを赤く塗るとなんか怖い感じでいるんですよね。これ地道な作業だな。これ王子3本しか塗ってないもん。いやでも精神統一できそうです、こういう地道な作業って。精神統一だ。なんか生クリームに見えてきた。この塗り方はこれでいいよね。こんな感じで綺麗。本当は王子が生放送やってくれたら最高ですよね。書道ってすごく生放送できそうっていうか、これ書いてって言われたものをその場で書いてもらえたらすごい楽しそうだな。やっぱり配色参考にするとなんかすごいやっぱ綺麗にできるんですよね、適当に塗るよりも。そう、これが配色アレンジブック。こちらは日本の美しい言葉と配色という、これはですね和風の言葉と一緒になってるんです。すごい書道向きなんですよ。そう、さやかとかもゆ、夢、ゆかし、幻みたいな、本当になんか錦めでたし、さすが、なんかこういう日本の言葉見てるだけでもなんか高まりますしね。はい、なんか私着物も好きなんですけど、なんか本当に着物のコーディネートの最初配色にも参考になるなって感じですね。はい、また王子の字を入れてみました。狂気です。いかがでしたでしょうか。はい、今日は私と王子の合作でお送りいたしました。まあこの前の白雪姫の魔女の時と同じで、まあポイントとしては緑とピンクを合わせるっていうことと、あと紫、差し色に赤、なんかこれはなんか基本王子が使う不気味な色っていう感じみたいです。はい、なので私も学んでその不気味なカラーリングを王子から学ぶことができました。はい。そういうわけで皆さんも不気味な塗り絵に挑戦してくださいね。ありがとうございました。私と王子は姫と王子の書道アートっていうことで、インスタで書道アート、王子の字と私の挿絵による書道アートを公開していますので、ぜひこちらもご覧ください。
こもも829で検索してね。ありがとうございました。グッバイ。